こんにちは。今日はかぼちゃのシュークリームを作ります。絶対失敗しないポイントがあるので最後まで見てね。ポイントです。ここで水と牛乳とバターが沸騰するまで火を加えます。上にふわっと浮き上がってきます。ここで火を止めて小麦粉を一つにまとめます。ポイント、ここで木べらで生地を鍋に押し付けるようにしてしっかりと小麦粉に火を通します。鍋に膜が張ってきます。しっかりと火を通しましょう。
ここでボウルに移して室温に戻した卵を手早く加えましょう。冷えてしまうと膨らまなくなります。この硬さだと少し硬いので、もう少し卵を加えます。加えすぎると絞り出した時にだれてしまうので、少しずつ加えてください。木べらで垂らして三角形ができるような硬さです。